あ、よつです。大原です。というわけで新しくシリーズが始まりました。その名を僕らの7日間戦争クラフトと、またありがたい話なんですけども、ドズーさんの動画の企画に参加することができましたので、僕のチャンネルでも、まあ、僕視点ということで、動画を上げようと思います。今回の企画なんですけど、割と特殊なパターンですので、どう転ぶかなっていうのがちょっとまだ予想つきませんが、どうかごゆるりと最後までお付き合いいただけたら、幸いです。ということで本編をどうぞ。はい、ということで始まりました、僕らの7日間戦争クラフトタイトルまだ決めてないですけども、これから、この4人でしてもらうというゲームです。はい単純明快。7日目の朝までかな、それまでに、ここに集まってみんなで殴り合い戦争大戦争をするっていうことになっております。それまでは準備をするっていうゲームですよ。ので、その準備期間中に相手の妨害はもちろんあり、もちろん妨害される可能性もあり、殺害される可能性もありと、デスゲームです。というわけで、こちら手前からメロンパンナさん、ペンギンさん、オンディさんと、3人のこの挑戦者と、僕含めて4人で、デスゲームをします。あー、緊張してきた。ということで、7日目まで、こう、まあ、本当に装備を整えるっていう回になりそうです。ので、気合入れていくしかねえな。何してもありなんですよ。例えばこう、相手が留守の間に拠点から全てを奪うっていうのもできますし、相手を倒したりっていうのもできますので。で、しかも自分が死んだりすると、相手も奪われる可能性があると。ので、これはなんかこう、作戦というか、頭を使う必要もあるなということで、まあ、頑張って生きていこうと思います。暇さえあれば建築はします。今、新ルール追加というか、優勝者に、ドズボンのお二人から1万円分好きなもん買ってもらえるという。勝つしかねえじゃん、こんな。これ一応、決戦の位置で決まってまして、僕、赤色です。あそこ。だからこう、まあ、いろいろなんかこう、6日間の間で、こう、作戦を立てて7日目でそれをまあ、披露していくっていうことやろうと思っております。割とガチで勝ちに行く。これどうやって出んだろう。これ今もう一つ作戦があって、もう始まった瞬間に、もう誰かにもう喧嘩吹っかけようかなっていう、一番近い人、もう殴り合いに発展させたろうかなってちょっと考えております。もうスタートからもう戦争よ。これがもう僕のやり方っていうことをもう見せてやろうと思います。お、やるか。あ、よしよしよし。挨拶パンチ、挨拶パンチ成功、挨拶パンチ成功だ。一日しかないから、こう、最低限のものだけ集めて、ツールだけ作ってもさっさと殴り行きましょう。だからもう、こう、もう本当に6日間この拠点まで戻らなくていいような気もしてるんですよね。ちょっと、まあ、山岳なので、とりあえず、まあ、RTA みたいな感じで、石ツールだけ最低限集めてもさっさと、どんどん行きましょうか。よし、とりあえず、みんなに威嚇しとくか。よし。初手、これ掘る時間を、まあ、犠牲にはしてるんですけども、ビビらすことって大事なんで。はい。よしよし。これで、全員を焦らせる。これでみんな、早くねってなるから、これでみんなをビビらせる。よしよしよし。これで、みんなもう焦らせて俺は勝つ。こういう作戦よ。これでもう、さっさともう、木もいらんよな、言うて。よし、これで、もうさっさと移動しましょう。初手こう、相手をビビらせたところで、今回の作戦なんですけども、わざわざこう、まだ武器を作る必要はないと思ってるんですよ。じゃあどうやって戦うのかっていうと、マイクラにはもう各もうマインクラフトを地獄に送り続けたものがあるじゃないかと。そうです。マグマです。ので僕はちょっと鉄をめちゃくちゃ集めて、こう溶岩で相手に勝とうかなっていうのを作戦で考えてるんですよね。こう、うまく使いこなせれば、溶岩は防御にもなりますし、ただ、地元だけ潰されないように気をつけないとね。それは気をつけましょう。あー、溶岩あるけど、鉄がね。やばい、みんなもう、なんか、どんどんいろんな作品発見してる。俺も行かなきゃ。あー、鉄がねえな。あー、マジか。飯もそんなに余裕があるわけじゃねえから、ちょっと、この辺、大河じゃねえんだよな。このまま俺ガシで死ぬとかある。あ、あぶねえ。
やばい、やばい、待って、外出する、外出する、外出する。待って待って待って、落ち着け、落ち着け。よし、これで、死ぬ。よいしょ。よし、オッケー。ここどこ？あれ？これ、これどこ？あれ待って、リスポーン地点が俺の持ったとこと違う。俺どこだここ。ちょっと待って、あれ？あれ？どこどこ？あれ？やべえ、俺の作戦と違う。やべえ、装備全部失った。まずい。あ、あ、あったあった。パンダ。ん？あれ誰だ？誰かいんな。あー、メロンパンダさんか、これ。お、待って、これ。待って、待って、待って、待って。ワンチャン地下、地下に逃げれば、いけると思うけど。やべ、暖房で。やばい。あー、暖房で。しまった、しまった。いや、来てる、来てる。死ぬ、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 死ぬ。逃げろ。お、あ、あ、あ。危ねえ。いて、いて、うわ待って、待って、待って。やめて。違うんだって。俺迷子なってるだけなんだって。俺悪いことしねって。で、待って。あの、ビーコンの位置分かったから、とりあえず帰れそうな気がした。ちょっと、初日無駄にした感すごいな。帰れるのか、俺。あそこまで、うわぁ。俺最初何やってんだ。俺はバカか。くっそぁ。こんなはずじゃねえんだよ。いやーし、こう、最初の計画が、一度死ねば、こう、体力回復するからそれでいけるかなと思ったんだけどね。そっか、リスポーン地点が違うんだ。ああ。俺、今日何した？くっそー。もう。穴蔵に隠れよ。真っ暗で何も見えねえ。斜め下に掘っときゃいつか石手に入るだろうっていう、割と安直な考えだけど大丈夫か。よしよしよし。暗っ。待って、暗すぎて死ぬ。これちょっとでも無理するべきなんかな。一旦、石だけ集めよう。やばい。何も見えない。何も見える。何も見えない。漆黒が広がってる。やっべえ、暗くて何も見えねえ。あ、でも。上に上がってる感覚はあるぞ。あー、やっと地上出た。もう二度と近いかね。あー、出た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 。まただよ。くっそ、助けてくれ誰か。どうして。俺は一体何をしたいんだ。よし。ああ、マジで。頼むわ。もうこれは、割と死ぬ前提で動いた方がいいかもしんない。ので、ちょっとチェストを作るほどの余裕はないんだね。うん、してた。え、おお、びっくりした。くっそ。どうして、どうしてこんな目に。くっそ、みんな食べ物自慢しやがる。いや、負けるな。俺だって今、みんなにない要素あるから。俺今、断食楽しんでるんで。はい。よし。行くしかねえ。一日目終わるってマジ？はい、ということでいかがだったでしょうか。ごめん、ぶっちゃけえわ。初日は終わった。どうにもなんなかった。こう、やることなすことすべてが裏目に出た形になりましたけども。本物の勝負は7日目ですので。もう、それさえ言ってしまえばあれっすよ。7日目以外全部飾りなんで、はい。ここから一体どうやって巻き返すのか、それともここに心が折れるのか、その辺注目していただけたら、より楽しめるんじゃないかと。楽しめるのか？果たして。で、こんな感じで次回以降もなんかくっちゃべしたりとか、オープニングがあって本編があるって感じのコースで行こうと思っておりますので、7日目向けて、泣き言なしで頑張っていこうと思います。多分泣き言言ってると思う。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。それでは。